日本神奈川県海老名市河原の口河原の口は神奈川県に海老名市の地名。現行行政地名は河原の口1丁目から河原の口5丁目と住居表示、未実施の大技河原の口からなる。郵便番号は243-0433。市内西部の相模川左岸に位置し、一帯は相模平野のほぼ中央部となる。中西部は住宅地や工場、店舗が多い一方、 東部の一部には、水田も見られる。南部には JR 相模線、小田急小田原線の厚木駅が所在する。南西部から時計回りに1丁目から5丁目が所在し、東西の端に住居表示未実施区域がある。北で上里及び恵町、東で中央及びかつ南で、さつき町及び中新田、西で相模川を挟んで、厚木市、厚木及び、厚木市カナダに接する。 面積は以下の通りである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、河原の口3の4の11の地点で15万2000円、平方メートルとなっている。当地付近で相模川と中津川が合流し、広い河原を形成していることに由来するという。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつては、相模鉄道バス部門などが、相模大橋を経由して、厚木市方面を結ぶ路線を運行していたが、すべて廃止されている。高速道路主要、地方道一般県道河原の口河原の口一丁目、河原の口二丁目、河原の口三丁目、河原の口四丁目、河原の口五丁目。ありがとうございます。